マスオ TV とコブレンです。はい、今日はですねコブレンとね一緒にねある実験を行ってみたいと思います。それは何ですか？はい、それは何ですかとコブレンが聞いていますが僕はコブレンに教わりました。実はですねこちらもう僕らみんな大好き少年ジャンプなんですけど、この少年ジャンプのページ一枚一枚ページをねこういう風に重ねていくとですね、ガシッと重ねるとですね、大人大丈夫潰れた？うん、OK。あ、OK。こういう風にジャンプのページをしっかり重ねると大人2人が引っ張ってもね取れないぐらいのパワーになるということをね聞きました。もうね100万馬力だね。100万馬力すっごくね強くできるらしいんで、取れないのか実験していきたいと思います。 OK やろう。今ので伝わったかな？やってみよう。いいね。やってみよう。はい、じゃあ行こう。こういう風だよね。うん、1、2、これ全ページやんないとダメ？うん、ダメ。じゃあ奥まで。そう、最初じゃん。最初しか。なかなかこれ時間かかるね。お、ワンピースまで来たよ。ワンピース一番最初じゃない？お、2ページやっちゃったかな。よし、やったー。はい、ということでこのように重ねることができました。でこれを引っ張っても全然ね抜けないというね、そういう実験ですよね。そうだね。できるよねこれ。多分引っ張ってみようか。引っ張ってみようか。じゃあ皆さん実験結果お見せしたいと思います。男が2人で引っ張ったところ割れるのか。いきます、せーの。うおーうおーすごい。え、待って、ちゃんと持って、もうちゃんと持って、いきます、せー、いきます、せーの。おお絶対無理だよこれ。無理でしょ、やってみ、一人で絶対無理だから。俺手加減してないから。だって一人なんて無理に決まってんじゃん。おお、マサノすげえ。マサノの体重刺さらないからこれが摩擦力。皆さんこちらが摩擦力でございます。ジャンプ2つあればなんかトラックも運べる、わかんない、実験でやってたような気がするかもしれないぐらいの、そのぐらいの威力になっております。もう一回、せーの、始めちゃってます。せーの。あー、はい、ということでですね今日はねジャンプを使ってちょっとしたね摩擦力の実験を行っていきました。ちょっとねやってみたい方はジャンプとかこういう分厚い本で試してみてください。ちなみに裏ははじめ社長です。すごいよね。はい、ということで皆さん今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。以上マスオ TV とウグレンでした。バイバーイ。こうやれば重ねたジャンプ取れる。こう引っ張っても無理ですけど、こういう風に ね、あの取れば勝てるからね。数ページずつやればいいけど、ね。うん、俺ら勝ったね。ジャンプに勝てた。勝った。よし、そうそうそう。おお、すごい。取れましたー。すごい。やるやん。ね。